皆さんこんにちは。まだおはようございますですね。今日はですね、本当に1ヶ月半以上ですか、オートバイ乗ってなかったので、久しぶりにこの初夏の風を受けながらオートバイ乗ってます。今日の動画多分短くなっちゃうと思うんですけれども、本当隙間時間をちょっと作って乗るしかないという週末がずっと続いてたので、ある YouTuber の人に刺激を受けて、2時間ぐらいしかないんですけれども、久しぶりのオートバイ乗りたいと思って、今日今この時間楽しんでます。またただ乗ってるだけの動画になりますが、楽しんでいただければ嬉しく思います。それでは行ってみましょう。この先を左に曲がると、結構私大好きな道なんですよね。まだ千葉県の松戸と柏我孫子あたりの道なんですが、本当にね、すごくどっかカントリーな場所行った感じがします。感じどうですか、ね、とってもカントリーで、ね、とっても気持ちがいいんですよね。ここがねものすごく開けてるんですよ。右側が多分手賀沼方面だと、右じゃないな、左側が手賀沼が流れてると思うんですけど、なんていうこの平地っていうんですか、とっても気持ちがいいです。見てください。綺麗ですよ。さて、行きとはちょっとだけ帰る道を変えて、帰宅しようと思います。今日またこれから午後からですね、またちょっと用事があって、午前中いっぱいしか乗れないんですけど。だからただ乗ってるだけの動画になってしまってますが、でも夏のねオートバイとっても気持ちがいいのと、皆さんもね分かってくれたんじゃないかなって思います。またできるだけ早めの動画アップいたしますので、今後また楽しんでくれると嬉しいと思います。それでは皆さん、次回までさようなら。Thank you.